何やお前なんか用か。お前確かエンデュランスのファン。泣いてるのか。やかましい。どっか行ってまい。インサム。エンデュランスは残念だったな。インサムはたまたま調子が悪かっただけや。せやなかったら鳥頭なんかに絶対負けへん。泣きながらどこかに行っちゃったぞ。アセオはまだアリーナから出てこないみたいだ。もう少しタウンを散歩してみよう。大丈夫なの？っていうのも変だけど。はい、ご心配おかけしました。もう大丈夫です。クロスの中央広場にもギルドショップの屋台があるのかな。ちょっと覗いてみようか。はい、いらっしゃい。トキオ、ここです。このお店から美味しそうな匂いがします。ここもハンバーガーを売ってるんだ。いくらだろう。あ、ごめんなさい。ハンバーガーならさっき最後の1個が売れちゃったところだよ。売り切れなら仕方がないか。そろそろハセオが出てくる頃かな。アイカちゃん、行こうか。はい、ですの。そんなにシュンとしなくても。次にお店を見かけたらご馳走してあげよう。よし、アリーナに行ってみよう。ハセオの姿は見当たらないな。ん？裏手の方から話し声が聞こえるぞ。あれは。ハセオ、お前は秘文使いを何だと思っているんだ。お前のスケースはザ・ワールドのシステムから逸脱した力なんだぞ。そんな力を無制限に使えばこの世界のルールは無茶苦茶になってしまう。だから俺たち秘文使いは
力を軽々しく使ってはいけないんだ。くだらねえ。どんな用かと思えばまたお説教かよ。考え直す気がないなら俺がお前の性根を正さなきゃならない。同じ非分使いとしてお前の行動を見過ごすことはできないからな。あああんた甘すぎ。なんだと？見過ごすことができねえってんなら何も言わずに仕掛けりゃいいじゃねえか。わざわざ宣言しなくたってよ、今すぐにでも。汗を。自分で言っておいてためらってやがる。甘いんだよ、お前は。メガス、リーフシールド。ガスのシールドを切り裂くとは。ハセオ、お前なんてことを。消滅した。いいぞ、俺の中に力が満ちてきた。おい時を、邪魔するならこいつと同じ目に遭うことになるぜ。時を、大変です。今はっきりと見えました。ハセオの中にアイダがいます。なんだって。じゃあハセオはアイダに操られて。違います、逆です。ハセオの怒りがアイダを掴んで離さないですの。あの子苦しんでる、早く助けてあげないと。ハセオの暴走はアイダが原因だったのか。どうすればいいのか考えなきゃ。クーンのことも心配だし、一旦グランホエールに戻ろう。木の木でアトリがギルドマスターを PK だって。時を、私も行きます。みんなをアイダたちを沈めないと。
わかった。一緒に知識の蛇に急ごう。知識の蛇のアットホームはマクアヌの橋あたりにあったはずだ。マクアヌの橋から知識の蛇のアットホームに行こう。知識の蛇のアットホームはあった、あそこだ。現在の状況はメールで伝えた通り、あの争い嫌いのアトリが月の木のギルドマスターを PK するなんて。それに長谷尾はなぜこのタイミングで月の木に行く必要があるんだ。碑文は碑文と、そして愛だと碑文も惹かれ合うものなの。おそらくハセオは月の木に充満しているアイダや PC データの匂いに引き寄せられたのよ。自らの力をパワーアップさせる糧とするために。そんな、もはや事態は一刻の猶予もならない。ファイと共に現場に急行し、アイダの鎮圧およびハセオの拘束に当たってもらいたい。マクアヌのカオスゲートまで行けば私が月の木へのルートを指示するわ。よし、マクアヌのカオスゲートへ行こう。ことだけど、彼女の力を知った榊がそれを利用するために彼女を操っているのかもしれないわ。アトリの力？最近判明したことよ。彼女、さあ急ぎましょう。取り返しがつかなくなる前に。マクアヌのカオスゲートからエリアへ行こう。